デッドフェニックスバーストフィニッシュ、ポイント3対1でマイの勝利。もう一回だ。ポイント3対1でマイの勝利。もう一回だ。デッドフェニックスバーストフィニッシュ、ポイント3対1でマイの勝利。もう一回、もう一回だ。ただ怒りをぶつけるだけの練習などいくらやってもファイには勝てない。そんなこと言われなくても分かってんだよ。分かってるけどあいつだけは絶対許せねえ。なに、アイガがいねえ。そうなんだ、テントにもどこにも。ふぶき、てめえが余計なこと言いやがるからだ。諦めて帰ったなんてことないっすよね。バカ野郎、アイガがそんなことするか。とにかく手分けして探すんだ。ベニマルとジョンジはあっち。よし、メイクラブはそっちとそっちと。アイガならいるよ。試合も地形ってのに力抜けるぜ。吹雪、昨日は俺どうかしてたぜ。気にするな。おいおい、てめえら勝手に仲直りしてんじゃねえ。よし、今日も特訓だ。頼むぜ総長。へえ、仕方ねえな。ビシビシ鍛えてやっから覚悟しやがれ。その前に報告があるんじゃないかな。報告？実はシュウ君対ファイのバトルを見直してみたんだ。何か弱点はないかと思って。みんなでか。で、どうだった。やっぱりすごいよ。破壊力は超ド級、防御も完璧、ダメージすらも力に変えて抜群のスピードとスタミナに。要するに弱点はねえってことか。まあ一言で言えば、みんなありがとうな。それが分かりゃ十分だぜ。超絶全力でぶっちぎるしかねえってことだ。甘いな。それではファイに勝つことはできない。シュウさん、先輩、シュウさん。ただ全力でいけばいい。ファイはそんな簡単な相手じゃない。デッドハデスを取り込んだデッドフェニックスの力は想像以上。実際にバトルした者にしかわからない。フブキ、ランジロ、そしてスオ、力を貸してくれ。お前たちとこいつでアイガにファイの強さを体感させる。超絶スプリガー復活させたんですか。まさか俺を鍛えるために。お前のためだけじゃない、これは俺自身の戦いでもある。シュウ、シュウさん。デッドフェニックスはむやみに攻撃してもこちらのスタミナをロスするのみ。奴と戦うには徹底的に守るしかない。当然超絶覚醒の解除を狙ってくる。その攻撃に耐え、守って守って守り抜き、一瞬の勝機にかける。ファイに勝つにはそれしかない。分かった、とにかく守って一瞬の勝機にかけんだな。じゃあ低いバランスだ。ランジド、フブキ、スオ、連携の仕方は分かったな。はい。4対1なんて耐えられる。ファイが、
ングで風を渦巻け、ラグナルクストーム。次は俺だ、エンペラークラッシュ。ケンロン地獄を出せ。一気にアキレスのスタミナが奪われた。吹雪、いけー、デッドスピンガープレス。フェニックスと同じだ。アキレス、まだまだ。耐えろアイガ、お前なら耐えられるはずだ。悪魔の共鳴をした時も瞳の輝きを失わなかったお前なら。よし、耐えた。サラマンダーフォルネーゼ。今度はフォルネウスとサラマンダーでデッドスティンガープレス